なんとまさかのケンが入院してしまいました。5日ぐらい前かなから扁桃腺が腫れて、で扁桃腺腫れる人って結構高熱になるっていうふうに聞くんですけど、もうね、39度から41度、マックス41度まで上がったんですけど、41度の熱が、その高熱が5日間続いて、で、毎日もちろん病院は行ってたんですけど、点滴も打ってたんだけど、なかなか家で薬飲んでても治らなくて、もう5日続いたらさすがにきついねってことで、急遽今日入院になってしまいました。いや、心配。実は先週末もイベントに出させてもらってて、で今週末も実はイベントがあるんですけど、まだね、あと3日ぐらいあるんで、それまでに治ればいいんだけど、ひとまずちょっとそれを目標に直すっていうので、入院した方が安心だろうってことで入院したんですけど、こんなこと今までなかったから、ケンは割と、風邪はコロナとかはね、そういうインフルエンザとかはかかったことあったけど、割と健康体なので、で心配性で早め早めに病院に行くタイプなので、いつもあんまり大事には至らないんですけど、今回はちょっと、いろいろ忙しくしてたのもあって、今回受診が遅れて悪化してしまったんですが、そんなこんなでちょっと動画の配信がね、遅れるんですが。剣がね、もう5日ぐらい全然パソコンも見れないというか、もう座りもできないような状態でずっと寝込んでて、これはいけないと思ってね、いつも剣が動画編集してくれてるんだけど、私がちょっと昨日の夜ね、やってみたんですよ。そしたらね、めちゃくちゃ大変でね、大変っていうか、剣は楽しくやってるんだけど、普段やってない私からすると結構すごい時間かかっちゃったりして、普段剣これ黙々とね、コツコツやってくれてるんだなっていう県の、頑張りとかありがたみを感じるきっかけにもなりました。県頑張れよ。寂しい、一人で寝れない。県の入院バッグの中にこっそり小さい糞尿を入れました。 点滴打ってもらってだいぶ回復したみたいで、入院する前までは座ってるのも困難なぐらいだったんだけど、もう今はね、普通に点滴はしてるけど、点滴棒持って病院の中歩いたりしてるみたいなので、ちょっとだけ顔見に行ってきます。もう明日退院するんだけど、一応 何しに来た 明日退院だぞ。ケン寂しいし。ケン寂しいがってたし。ケンが帰ってきた。帰ってきました。我が家に帰ってきた。ありがとうございました。本当にいろいろやっていただいて、ケンが生きてる。看病していただいて、病院まで送り迎えしてもらって、無事。一昨日かな、ケンが退院しまして、はい、この通り、薬は飲んでおりますが、うん、元気にしております。もう喉ね、ぼっこり腫れてたんだよね。見た目で分かったもんね。もう出てないでしょ。出てないし、もう全然痛みも今日消えたわ。痛み、よかった。よかったね。いや、本当に健康が一番だわ。 確か6月の誕生日の時に今年の抱負聞いて健康と言っていたはずですけれども、なんと入院することになってしまい、改めて健康の大事さに気づいたということで。健康の大事さと
家族の大事さみたいな、うん、ちょっとした裏話をしますと、ケンはコロナにかかった時があって、まあ、去年とかいつか忘れたけど、ああ、そうだね、うん、その時に、まあ、39度ぐらい出てたんだけど、でかなり辛そうにしてたんだけど、そんな中でもカレーとかね、うんうんまあ、鍋とかさ、うん、生姜焼き弁当とかさ、うん、何でも割と食べれるぐらい、お粥とかはあんま食べないタイプっていうかさ、あそうだね、うん、どんなに具合悪くても食欲というか、その食べるものは普通にいつものものを食べたい派の県だったんですけれども、今回 41.8 度だっけ、マックス、そうだね、まで熱が上がりまして、うん、で県は冷やし中華が好きなので、冷やし中華食べたいかな、体も暑いだろうしっていうことで私買ってきたところ、さすがに食べれないって言って、初めて県がお粥を食べたそうだそうだ、それぐらい具合が悪かった。あとは、まあ、県は基本的にモコモコの上でしか寝れないんだよね、うん、で半袖半ズボンでモコモコの上で、靴下とかは絶対履いてはベッドで寝れないタイプなんだけど、あまりに具合悪すぎて病院から帰ってきてベッドに直行して靴下履いたまま寝てた、ね、いやそう、もう指先とか足先がもうめっちゃ冷たくなるの、熱が上がってくるとね、もう履いてないともう足が痛くて、うん、私はもう部屋に行ってケンが靴下を履いたまま寝てるのを見て、これは相当具合悪いなと思ってそこでなんか異様な光景だったかもしれないね、ケイトからしたら、知ってる人からしたらね、ケンが靴下を履いたまま寝るなんてっていうよかった、入院してもう本当にその日にね熱がすぐ下がってくれたから、ただの扁桃炎なんだけど、入院してなかったらかなりやばかったと思う、もう重症化して結構危険な状態だったと思うから、本当に入院してよかったなと思うね。じゃあ最後に病院への感謝でも伝えておいたらどうですか、すごい感謝してたから。いや確かにすごい先生らしいのよ、その病院の中でもね、うん、あその耳鼻科の先生が、耳鼻科の先生が噂によると知り合いがいて、そこに勤めてる人に聞いたんだけど、すごい方らしくて、やっぱ先生によってさ治療法って若干違うでしょ、その先生に出会えてなかったらこんなに早く元気になってなかった可能性がねやっぱりあるからね、先生には感謝だし、いや改めて病院って素晴らしいところだなって思った。自分がねなんか勤めてる時はね、まあ、思ってはいたけど、やっぱり自分が入院して体験してみると、よりその、うんうん、医療の素晴らしさっていうのを感じまして、うんうん、看護師さんも忙しいはずなのにめちゃくちゃ優しく接してくれて、うん、看護師さん以外の医療従事者の方もみんな優しくてね、うん、事務の人とか、うん、いや神だったよね、めっちゃすごかった、うん、マジ神だった。なんかね、うん、私がケンのことを車で送ってったんだよね、入院する日病院に。でもさ、なんか多分中には旦那さんしか免許なくて、うんうんうん、でも具合悪いの旦那なんだけど、旦那が運転してきて奥さんが横に乗ってついてくるみたいなパターンが多分あるんだろうね。で、まあ、ケンが入院することになった。でその事務っていうか入院対応のなんか、まあ、事務の人なのかな、医療連携室みたいな人が来て、なんか奥様今日何で来られましたかって、あ車でって言ったら、ご主人の運転で来られましたかって言って、いや私の運転で来ました、あ奥様免許お持ちなんですね、もし旦那様の運転で来られてたら今日帰り困るかなと思ったので一応確認させていただきましたとか言って、なんかそんなことまで気にしてくれんの、ね、と思って、うんうん、そうすごい手厚いし細やかな気配りもあって、私も感動してた。すごい優しく皆さんねしてくれて感謝しかないね、うん、よかったね、うん、改めて医療従事者の皆さんを尊敬いたしました。いやもう一番はケイトだよ、一番はケイトに感謝だよ、うん、冷やしラーメン買ってきたのね、うん、いやいやいや、もうずっと付きっきりでね、いろいろやってくれたから見舞いにも来てくれるし、うん、今から行くわって言ったら、え、来んのとかって言って、明日退院すんのにとかって笑ってたんだけど、一番来てほしそうだった、ね、
いや、うん、嬉しかった、めちゃくちゃ。やっぱり寂しかったしね、うん、あの結婚して9年、今までケンが入院することなんて今までありませんでしたし、まあ、私もないよね。そうだね、うん、だからまあ入院どころかどっちか片方だけがどっかに泊まりに行くってことも、まあ、うちら出張とかないじゃん、うんうん、だからなかったんだよね、うん、なんか怖いことに多分9年間ほぼ1回も別々の場所で寝てない。ないね。そうかも。まあその夜勤とかは別だよ、うん、でも2日も3日もさ離れた場所で寝るってことが今まで多分過去になかったじゃん、うんうん、だからこんなのが初めてで、まあ初めて離れてみて寂しいなって思ったし、うん、相手が生きてることの貴重さというか、うんうん、そうだね。ケンが帰ってきた日に、まあ、一緒にお休みで寝た時に隣に相手が寝ているというこの幸福度、それだけで幸せっていう、 うん、それを改めて実感できたので、俺も入院してる時にずっとそれ考えてた、うん、まあ入院はできればしない方がいいんだけど、入院したことで夫婦の絆も深まったかな、そう思います、はい、思います、はい、ご心配してくれた皆さん、あ、まあ、というか YouTube とかインスタでは言ってなくてラジオの方でね、うん、なんかラジオは結構近況を伝えるようにしていて、うん、ラジオの方では結構タイムリーに、うん、ケンが高熱出して大変ですみたいな話とかをしてたんだけど、うん、まあ、こっちではね、だから今知った人が多いけど、まあ、でも心配してくれた皆さんね、ありがとうございました。最後さ、入院の退院する前日はさ、もう腱熱下がっててさ、うん、まあ、ちょっと元気になり始めてたじゃん。あ、そうだね、うん、その時に最後寝る前に腱ちょっと病室のどんな感じの病室なのかちょっと写真撮って送ってくんないって言って、こんな感じだよって腱が送ってきたんだよね。そうそう、それに対して、あ、なんかお化け出ないといいねって私が送ったんだよ。いや違うよ、なんか映ったって送ってきたんだよふざけんなよと思っていや、しかももうさ電気暗くしてたんだよね。いや俺もう見返せなかったからね、その映像。いや右の角の奥の方にいたのさ、うん、いやもう何言われても別にいいよあの時俺マジで意識をそっちに行かないようにもうずっとそらしてたのさ、違うこと考えてたの。マジで怖いじゃん、絶対出たことあるよこの病室って思いながらさ、でもまあそれ考えちゃいけないってずっと思いながらやったところにメールでとどめの一発なんか送ってきたから、だから私がそういうこと言う前から怯えてたってことでしょ。そうです、そうです、お化けに。そうだよ、ケンがそんなことに怯えてる人だと私思ってないから、うん、なんか映ったよって言ったら、いや怯えるでしょ、なんかいやいややめろよぐらいで終わるかと思ったらマジでやめてってまた今週とかはさすがにキャンプ行かないんだけど、うん、あの、まあ、落ち着いたらね、うん、またちょっと外の空気を吸いに。そうね、なんか外出てさ深呼吸しただけでもさ気持ちよかったもんね、病院出て、うん、落ち着いたら自然に触れに行きます。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。よかったよかった、よかったよかった、よかったよかった。